ずここで自分たちの力をしっかり証明して1位になるなでしこジャパンをまずは見てほしいですし、まあ、試合の中ではパスワークだったり、まあ、少しチームとしてワールドカップより本当に成長してると思うので、まあ、戦う姿を見てほしいなと思います。まあ、優勝するためにまずは中国という敵をしっかり叩かないと優勝はないので、まあ、しっかりやりにくい相手だとは思うんですけど、その中国のパワーだったりに負けず本当に日本らしく戦ってしっかり勝ちたいなって思います。で、まあ、韓国に関しては、まあ、ホームですし、まあ、監督も変わったりして正直どういう戦いをしてくるのかわからないですけど、まあ、日韓戦っていつも熱いものがあるのでしっかり本当にもうこの大会を戦うっていうところにフォーカスをしながら、はい、勝てるように頑張りたいなと思います。キャプテンっていうことは自分の中であんまり気にしてないので、まあ、過去の選手と比べたら、まあ、物足りなさしかないとは思うんですけど、まあ、それでもしっかりピッチの上でしっかり自分を出して明るく楽しく厳しい雰囲気を作っていけたらいいなと思います。まあ、やっぱり2011年の優勝は本当に最高の大会だったので、はい、それはすごい覚えてます。